あの子じゃない？赤いリボンの子だろ。多分そうじゃね。おっそ、私だって髪結んでるのに。関係なくね。どうぞ、すぐ降りますから。そう？じゃあ。なんという身のこなし。じゃなくてすみません、その席はこちらの。あ、大丈夫です、気持ちはわかりますし。すみません、うまくやれなくて。いいのよ、気にしないで。せめて荷物をお持ちします。ありがとうね。重くない？大丈夫です、いつも鍛えてるので。あの、さっきはありがとうございました。自分が席を譲った時声をかけていただいたので。囚人学園の2年生ですよね。私1年なんです。先ほどお礼を言わなかったので、先輩に失礼はまずいと思いまして。失礼します。確認したいことがあるだけ、すぐ済むから。早速今朝の件を進めてくれているようで助かりますよ、川上先生。どうも。なんだ吉沢、こいつと知り合いなのか？はい、前に助けてもらったので。やめておいた方がいい、君の輝かしい未来に傷がつく。さっき話しただろう。この学校には関わらない方がいい生徒が何人かいる、その筆頭がそいつだ。前歴持ちの転校生って。いいですかね、指導室入らせてもらって。おっと、すみません。では我々はもう行きましょう、指導の邪魔をするわけにはいきませんから。失礼します。入って。お疲れ様です。はい。あれ？それじゃ。すみません、急いでるので。君、囚人の子だろ？暴力事件とかで大変みたいだね。よかったら相談乗るよ。お気遣いどうもですけど、本当に急いでるので失礼しますね。遠慮しなくていいんだって。ですから。忙しいなら番号を渡すから連絡してよ、それならいいだろう。やめて。あ、何？人聞き悪いな、ただの親切だよ。なんだよ、大したこともないのにお高く泊まりやがって。
ありがとうございました。はい、もう大丈夫です。ちょっと怖かったですけど、あの一つお聞きしてもいいですか？そのどうして助けてくださったんですか？助けたいと。あ、変なこと聞いてしまってすみません。先輩も清掃活動ですよね？清掃活動？もうこんな時間！すみません、全然お礼もできてないのに。私ジャージ学校に忘れたんで取ってから行きますから、また後で先輩さえよければお話しさせてください。失礼します。なんというか、いろいろ世知辛いな。あ、やっと会えました。今朝のお礼ちゃんと言いたくて探してたんです。あの、他の班の人は？ああ、なるほど。私も似たような感じです。よかったら豚汁一緒に食べませんか？なんですけど、今朝はありがとうございました。ああいう状況、実際になってみると考えてたよりずっと怖くて、ですので本当に感謝してます。ありがとうございます。いえ、足りないくらいです。それとなんですけど、この前はすみませんでした。前に鴨志田先生とお話しされていた時のです。さっき話しただろう。この学校には関わらない方がいい生徒が何人かいる。その筆頭がそいつだ。前歴持ちの転校生って。鴨志田先生から聞かされたばかりだったので、思わずあんなことを。他でもクラスの子とかが噂で話しているのを聞いてしまって。そういうのはないです。勝手な決めつけとか噂とか嫌なんですよ。それに会ったばかりの私が言うのも変ですけど、先輩は噂されてるような人じゃないと思います。先輩が本当に噂通りのことしてたら話は別ですけどね。何でしたっけ？強盗、殺人、象牙の密売？だと思いました。噂なんて当てになりませんね。なのにみんな先輩の名前が出ただけで怖がったり。あれ？とんでもないことに気づいたんですけど、私まだ自己紹介してなかったです。ああ、すみません。先輩の方から遅くなりましたが、よろしくお願いします。私、1年の吉沢。なんだあいつ。ん？おい、大事なものは話しちゃダメだよ。すみません、話の途中で。え？先にバレちゃいましたね。そうです、私1年の吉沢かすみです。そっちもバレてますか？私新体操をやってて、
でもコツさえつかめば簡単なんですよ。こうトントーンって。新体操か、なるほどな。なあ、あの動き覚えておいたら役に立つんじゃないか。ちょうど怪盗団も戦力アップが必要だと思ってたんだ。先輩どうしました？というか猫いるんですかね。なんか鳴き声が。先輩、新体操に興味があるってことですか？嬉しい。私でよければぜひ。と思ったんですけど、もしよければ私からもお願いがあっていいでしょうか？実は最近演技の調子があまり良くなくて、いろいろ考えてしまうんです。なので都合のいい時にちょっと相談に乗ってもらえたらなって。もちろんです。技術的な指導というよりも時々話を聞いていただければなって。なるほど、悪くない取引なんじゃないか。ありがとうございます。取引成立ですね。なんて。怪盗の身のこなしは常人離れしていると報告にあるわ。特殊な器具の扱いにも心得があるようね。その手の指導を誰かから受けていた、そう考えるのが自然じゃないかしら。どうなの、答えなさい。我は汝、汝は我、汝ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我新年のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。あ、連絡先交換しませんか？あれ、電源落ちてる。すみません、最近スマホの調子が悪くて。あ、着きました。時間ある時にでも連絡させてください。囚人学園の生徒は間もなく清掃活動終了です。食べた後のゴミは捨てずに所定の場所に集めてください。今日はそのまま解散になります。お疲れ様でした。清掃活動終わりみたいですね。ちょうどジャージだし、少しだけ基礎練やって帰りますか？まずは体幹からです。基盤の体作りは大切ですから。あ、先輩。お疲れ様です。結構降ってますね。こんなこともあろうかと、我が輩が折りたたみの傘を入れといてやったぜ。今度はタオルと替えの下着も入れとくか。ではまた。それが忘れちゃって。あ、でも大丈夫です。駅まで走ればほとんど濡れませんから。むしろトレーニングになってちょうどいいです。どうやって…あ、傘入れてもらえるんですか？嬉しいです。ありがとうございます。傘、ありがとうございます。実はもうすぐ全公開で体調崩したくなかったんです。あ、新体操のです。夏の始まりと終わりに
大きな大会があるんです。出場するにはクラブの代表に選ばれないといけなくて、その代表を決める選考会があるんです。私夢なんですよ、新体操で世界に行くの。そんなわけで今日もコーチに絞られてきます。先輩の応援があれば100人力ですなんて。もう駅ですね。ここで大丈夫です。本当にありがとうございました。どこかで必ずお礼を。あれ、吉沢じゃねえ、スポーツ特待生の。授業は特別扱いだし、帰りは彼氏の見送り付きなわけ。天才様は違うわ。すみません、変な誤解受けちゃいましたね。はい、そうですね、クラスでも私あんな感じなんです。変に気を使われるというか、腫れ物扱いというか、学校側も私が大会で結果を出すことを期待してて、この前の清掃活動も本当は来なくていいって言われてたんですけど、そういう特別扱いみたいなのなんか嫌じゃないですか。電話、父からみたいです。すみません。お父さん？え、ごめん、最近スマホの調子悪くて。大丈夫、ありがとう。うん、後でね。失礼しました、雨だから迎えに行こうかって。ちょっと過保護すぎますよね。はい、そう思います。では私は練習があるのでこれで。今日はありがとうございました、失礼します。先輩、偶然ですね。今帰りですか？私もです。今日はクラブの練習も。そうだ、報告したいことがあるんです。今話してもいいですか？ありがとうございます。じゃあどこかに座りませんか？あれ？それに君は。お久しぶりです、明智さん。吉沢さんだよね、久しぶり。うちのお父さんテレビ局で働いてるんです。情熱帝国って見たことあります？あれのディレクターとかをやってて。お父さんの番組に何度か呼んでもらってね、そのつながりで会ったことがあるんだよ。君こそ吉沢さんと知り合いだったんだね。ですね、代わりにご指導いただいてます。取引？なんだか変わった関係だね。それで今は何してたの？そうでした、ちょっと報告したいことがあってですね。隠すことでもないのでここでお話ししますね。前に先輩に話した夏の大会、その代表に選ばれたんです。まだようやくスタート地点って感じですけどね。吉沢さんが通ってるクラブチームってかなりの名門だったよね。そこの代表だなんて相当すごいんじゃない？ありがとうございます。代表の名に恥じないように頑張ります。うん、応援してるよ。そうだ、せっかくだから3人でどこか寄っていかない？吉沢さんの激励も兼ねてさ。嬉しいです。あ、先輩はどうですか？決まりだね、僕の知ってる店でいいかな。おすすめのカフェがあるから。はい、私はお任せします。吉沢さんって夏でもあったかいの飲むの？大事な大会の前ですから体の冷えは大敵です。さすが徹底してるね。
ですね。けどコーヒーはホットでも体を冷やすっていうので私は避けてますけど。明智さん、甘いもの好きそうなイメージでしたけど違うんですか？この前もテレビで揚げパン食べてたような。イメージ戦略だよ。その方がファンが喜んでくれるから。明智さんこそ徹底してますね。セルフプロデュースなんて普通のことだよ。というか君も意外と純粋なんだね。気になってたんですけど、お二人はどういうお知り合いなんですか？僕が出た番組に彼が社会科見学に来たんだ。そっか、2年はテレビ局でしたもんね。その時少し意見交換したんだけど考え方が面白くてさ。わかる気がします。私も先輩の意見に助けていただくことが多くて。そういえば吉沢さん、さっき彼に指導してもらってるって言ってたよね。はい、明智さんのおっしゃるように考え方とかが勉強になるなって思って。じゃあちょっとした遊びだけど、吉沢さんにも彼にしたのと同じ質問をしてみてもいいかな？はい、いいですけど。ありがとう。それじゃあ聞くけど、吉沢さんは怪盗団のことをどう思う？怪盗団ですか。本当にいるとしたらってことですよね。人助けは素晴らしいことだと思いますけど、私は賛成はできないかもしれません。なるほど。理由も聞かせてもらえたりする？怪盗団のような存在って結局は世の中のためにならない気がするんです。どうして？例えば壁とか問題が目の前にあったとしたら、それは自分で乗り越えていくものだと思うんです。周りの人に助けてもらうことはあってもあくまで自分で努力して解決するけど、怪盗団みたいに何でも助けてくれる存在がいたら努力することをやめてしまいそうで。もちろん問題の大きさにもよりますし、一概に言えないのは分かってるんですけど、本人が頑張ることをやめて全部怪盗団任せになる世の中もそれはそれで良くない気がするんです。なるほど。人の成長という点ではむしろ妨げになっているってことか。面白い意見だね。改めて聞くけど、吉沢さんの意見君はどう思う？なるほど。人それぞれで否定はしないってことかな。あ、先輩、もしかして怪盗団のファンでしたか？僕の悪い癖だ。つい議論を振っちゃったね。この話はここまでにして楽しくおしゃべりしようか。すみません、私そろそろ失礼しないと。あまり遅くなると親が心配するので。ああ、じゃあ解散にしようか。大会頑張ってね。はい、お二人ともありがとうございます。それではまた。あれか、まだ骨組みじゃね？少し気が早すぎたか。時期尚早ってやつだな。時期尚早な。やることなくなっちまったし、どっかで飯でも食う？すまん、俺は画材の買い出しに行こうと思ってる。夏休みの課題があってな。あと先ほどの肉フェスで金欠気味でな。行っても水とおしぼりしか頼めそうにない。おじゃあここら辺で解散にしとくか。ん？なあ、あれ吉沢だろ？様子が変じゃねえか。そういや前に大会がどうとか言ってたよな。あれ、お前ら帰んねえの？え、まあいいけど。ではまたな。先輩。奇遇ですね。先輩も競技場見に来たんですか？
私もです。ちょっと自分にカツ入れたくて。たまにへこむことがあるとここに来るんです。で、答えになってないですね。あの、成り行きであれですけど、お昼ご一緒してもらえませんか？ですね。本当はまだ食べたいですけど、これ以上はパフォーマンスにも影響が出るので。結果は一言で言えば散々でした。先輩のおかげもあって最近は調子が戻ってきた気がしたんですけど、やっぱり肝心なところで体がうまく動かなくて。ええ、壁にぶち当たりまくりです。中学の時にもこういうことはあったんです。あの時はあの子がいたから頑張れたんですけど。私、妹がいるんです。新体操で二人で世界を取ろうって約束してて、けど今年の春に事故で亡くなって。新体操で世界を取るっていう妹との約束、その約束もこのまま叶えられなかったらどうしようって時々不安になるんです。がむしゃらに練習してきたけど、これじゃダメなのかな。先輩、お気遣いありがとうございます。先輩には助けられてばっかりですね。落ち込むのはここまで。年内の大会もまだ残ってるんです。それに向けて一から努力し直します。お話聞いてくださりありがとうございました。これで心も体も充電完了です。少なくとも心は充電完了です。空腹を紛らわすには練習が一番というわけで、走って帰ります。こんにちは。やっぱりハワイといえばそれですね。アロハ。あれ、あの子何かいいの見つかった？あの子。あ、お邪魔してすみません。はじめまして、私、1年の吉沢です。あ、新体操の。はい、新体操やってます。次の大会に向けたクラブの合宿に来ていて、たまたま先輩をお見かけしたので。こないだ大会が終わったばかりなのに、もう次の大会？頑張ってるのね。結果を出さなきゃいけませんから、こっちに有名なコーチの方がいてしごいてもらってるんです。毎日泣かされてますよ。南国にまで来て鍛錬するその姿勢、見習いたいと思う。だな。私たち応援してるからね。練習頑張って。はい、ありがとうございます。今日は泣かずに済むかもしれません。ま、泣いたっていい気がするけどな。涙の数だけ強くなるってやつで。そういや時間ねえんだった。じゃあめぼしいものレジ持ってくわ。ああ、私も。吉沢さん、またね。はい、お疲れ様です。楽しい方たちですね。はい、素敵だと思います。私、今度こそ勝ちます。実力を証明してみせます。前回の失敗を踏まえて
これも買っておきました。ハワイに有名な日本の神社の分院がありまして、さっき買ってきたんです。大きな大会の前はいつもお守りを買ってたんです。妹がこういうジンクスにこだわってて。けど前の大会の時は買うのを忘れてしまって。でももう大丈夫です。これできっと。そろそろ行かないと。私も家族へのお土産買いに来たんでした。すみません、引き止めてしまって。それではまた。失礼ですけど、今なんて。まだ決まったわけじゃない。ただこのままなら特待を取り消すかもって話だ。可能性があることは君と親御さんにも伝えないといかんだろう。吉沢さんは最近の大会で好成績を残していると聞いています。特待を取り消すというのはちょっと大げさすぎるんじゃ。気持ちはわかりますが、やはりその3位ではね。やっぱり優勝してくれないと。いや、私は十分にすごいと思ってますよ。ですがやはり囚人の代表として特別待遇を受けるにはまだと言いますか。私を恨まないでくれよ。あくまで公正を保つための処置だから。別に退学ってわけじゃないんだ。大会はまだあるし、今度こそ求められる結果を。先生、過度の期待は吉沢さんのプレッシャーになってしまいますから。プレッシャーだなんてとんでもない。私はただ応援したいんですよ。丸木先生も引き続きカウンセラーとして吉沢のフォローをお願いします。これは我々指導者も一丸となって吉沢を支えていこうって話ですから。そのために丸木先生にもご同席いただいてますんで。支えるですか。まあそういうことです。あくまでこのまま成果が出なければという話ですから。話は以上です。解散しましょうか。あ、すみません。今の吉沢だよな。なんか様子が変じゃないか。これは吉沢が落としたみたいだな。行っちまったか。放課後に届けてやろう。吉沢に連絡だけしとこうぜ。お守り忘れてきたのかな。どうでしたか、吉沢さんの反応は。ええ、落ち込んだ様子でしたので相当答えたのではないかと。これで少しはやる気を出してくれるといいんですが。3位などに甘んじず、彼女には早くまともな結果を出してもらわねば。教頭先生、何度も言っていますが、こんなやり方では逆効果です。無理に葉っぱをかけたところで彼女が傷つくだけ。丸木先生、我々もボランティアではないんです。好待遇を与えた分、彼女にも応えてもらわないと。もてはやされて浮かれるのもいいですが、本人にいつまでも遊び気分でいられては困るんです。囚人のイメージアップのために姉妹で入学させたが、これでは大損だ。片方が亡くなった上に結果も出ない。これでは勝ちが。教頭。ああ、失礼ですが、鴨志田先生の一件に校長の事故死。ここで再起を図らねば我々には後がないのです。このままでは理事会での私の立場も。話は以上です。それでは。悪くてお守り拾ってくださったんですよね。
場の前に。競技場？先輩、すみません、声切れちまったか。全部は聞き取れなかったが、競技場にいるみたいだな。今朝も様子が変だったし、何かあったのか。前に会った時、へこむと競技場に行くって言ってたもんな。お守りのこともあるし、様子を見に行くか。競技場はお台場だったよな。繋がらない。機種変しておいた方が良かったかな。私弱いな。先輩にも丸木先生にだって迷惑ばっかり。私は吉沢かすみなのに。私パフェ食べたいんだけど。今探してるから待てって。多分この辺りなんだけどな。絶対道間違えたでしょ。こんなとこ見たことないし。あれとか何の建物なわけ？ああ、何だったっけか。展示場だか研究所だかが建つんだっけな。まあどうだっていいだろう。研究所じゃなくて競技場ですよ。ん？ナビゲーションを開始します。おい、あれ？なのか。我が輩たちナビなんて使ってねえぞ。もしかして吉沢か。可能性はあるぜ。パレスに入った時、我が輩たちと距離が離れてたからな。戦えないあいつが孤立するとまずい。急ぐぞ。吉沢がヤバい。許されないぞ、主の慈悲を汚す者。無事か、吉沢。その声、先輩。あっちはやる気みたいだぜ。受け入れよ。主は嘆いている。自ら痛みによる愚かさを。さっきから一体何を。学校が試験の時期ずらしたっていいよね、特別扱い。なんだこの声。私気にしてませんって感じが本当ムカつくんだよね。特待だか知らないけどチヤホヤされてさ。本当に結果出せてんの、これって。気持ちはわかりますが、やはりその
3位ではね。やっぱり優勝してくれないと。片方がなくなった上に結果も出ない。これでは勝ちだ。黙って聞いてれば。吉沢、結果が出てない、そんなの言われなくても分かってる。だけど私だけじゃない。私たちの夢まで悪く言うのは許せない。自分の都合を押し付けて。勝手な期待をして、勝手な結果を求めて。吉沢、まさか私じゃ無理だって言うんですか？私を誰だと思ってるんです？私は吉沢かすみです。不器用な子。灰をかぶったままよりも灰染めの映画を選ぶ、そういうことだね。けどそれがあなたに決めたことだというのなら、最後まで付き合うよ。やっぱりこいつは。主は我、契約という名の魔法、受け入れなさい。仕切り直しをお願いします。今度はサンドリオンと一緒です。指示はこっちで出す。無理はするなよ。お願いします。ばっかだってのに、やるじゃねえか。先輩ですね。やっぱり。ところで、
私たち、なんでこんな格好に？まあ気にするなって方が無理だろう。感づかれたようだな。早く出た方がいい。詳しい話は出た後だ。はい。ここってあれ、服も戻ってる。お前が異世界に行く前にいた場所だ。戻ってきたんだよ。戻って、私たちどこかへ行ってたんですか？あー、それはだな。お願いします。知っているなら教えてください。自分に何が起きたのかちゃんと知っておきたいんです。気持ちはわかるが、どうする？まあそうだな。じゃあ一から話してやるよ。ありがとうございます。異世界、パレス、ペルソナ。いきなり全部理解するのは無理だろうな。普通信じられませんけど、実際に見ちゃいましたからね。というか猫ちゃん説明上手ですね。それよりお前、我が輩に驚かないのか？え？猫が喋ってる？おせえよ。てか猫じゃねえし、我が輩はモルガナだ。なるほど。じゃあ私よりいろいろ知ってるみたいですし、モルガナ先輩ですね。そういや、あれ渡さなくていいのか？わざわざ届けに来てくれたんですか？ありがとうございます。今朝も様子がおかしかったからな。何かあったのか？それは大会の結果、結局言いそびれちゃったんですけど、3位だったんです。もちろん私自身もこれで満足はしてません。でも学校はそれ以上に不満だったみたいで、今朝先生に呼び出されたんです。この成績のままなら特待生も外すかもって言われてしまって、それ自体は私の力不足ですし仕方ないことだと思いますけど、損だとか外れだとか好き勝手言われてるのを聞いちゃって、しかも一緒にいた丸木先生まで巻き込んでしまって、今回のはさすがに答えました。そりゃしんどいな。それでまたここに来たんです。その後は気づいたらさっきの場所に。けどもう大丈夫です。さっきので吹っ切れました。絶対に夢を叶えるので。みたいだな。しかし吉沢はなんでパレスに入ったんだ？さっきの話じゃ本当に偶然っぽいけど。ナビですか？やっぱそうだよな。なあ、スマホ見せてくれないか？ナビがあれば履歴で誰のパレスかもわかるだろうしな。あ、はい、スマホなら。すみません、ダメかもです。なんだって？電源切れちゃいました。もともと調子も悪かったんですけど。おいおい、大丈夫なのかよそれ。ま、狙いのパレスってわけじゃないから問題ねえか。全会一致じゃなきゃターゲットにもならねえしな。お聞きしたいんですけど、先輩たちが怪盗団なんですか？あー、なんだその。そうなんですね。やっぱり。ってことは私、明智さんとカフェに行った時、ご本人の目の前で回答に賛成できないって言ったことになるじゃないですか。なんかごめんなさい。気にすんなって。それよりどうすんだ？
その通りだ。あれだけ戦えるなら怪盗団の戦力として十分じゃねえか。それって私が怪盗団に入るってことですか。まあな、早い話がそういうことだ。ペルソナにも目覚めて、パレスのことも知っちまったし、見たところかなり素質もあるぜ。怪盗団に入ってくれるなら大歓迎だ。なるほどです。答えはすぐじゃなくていい。どっちにしろ我が輩たちが何してるか知ってもらわなきゃ決められねえと思うしな。ありがとうございます。けどすみません、お断りさせてください。ああ、そうしたら今日のとこは。で、ペルソナに目覚めた時改めて思ったんです。新体操のこと、このままくよくよしてちゃダメだって。なのでどうしても今は新体操に集中したいってわけか。散々助けていただいたのに本当にごめんなさい。そう言ってもらえるのは嬉しいです。ただ中途半端な気持ちで入っても皆さんに迷惑をかけてしまいそうなので。もちろん先輩たちのことは誰にも言いませんから。察しが良くて助かるぜ。ま、怪盗団のことで気が変わったらいつでも言えよ。ありがとうございます、モルガナ先輩。その時は遠慮なく相談しますね。おう。先輩もありがとうございます。いろいろ助けていただいたご恩は必ず返しますから。帰りましょうか。いろいろありましたけど明日からまた頑張れそうです。なんとなく。そりゃよかったぜ。それではまた。あ、先輩お疲れ様です。はい、元気です。先輩も今からお昼ですか。よかったら一緒にどうです。たまには外で食べようと思って。おや、お揃いだね。あ、丸木先生もどうですか。先輩とお昼食べようって話してて。いいの？それじゃあ混ぜてもらおうかな。吉沢さんのお弁当。そういうもの？動くために必要なんです。食べた分ちゃんと動いて燃やしますし。私から言わせてもらえばお二人の食事の方が心配です。体作りはまず食からちゃんと食べないとダメですよ。そうだね、確かに吉沢さんのは栄養がありそうだ。というより吉沢さん雰囲気変わった？はい、ちゃんと気持ち切り替えられたので。なるほど、無理してるわけじゃなさそうだね。すみません、ご心配をおかけしました。いや、とても喜ばしいことだよ。でも驚いたな。問題なければでいいんだけど、何かきっかけはあったの？そうですね、先輩たちのおかげです。考えるきっかけをもらったというか、立ち向かおうって思わせてもらったというか。ですよね、先輩。立ち向かうか。強くなったね、吉沢さん。はい、もう吹っ切れました。話長くなっちゃってすみません。お昼食べましょうか。いただきます。あ、次の授業体育なんでした。私そろそろ失礼しますね。彼女本当に立ち直ったみたいだね。吉沢さん、この前までずっと思い詰めてるみたいだったからさ、あんなに変わるなんて驚いたよ。怪盗団に改心でもされたかな。冗談だよ。時間みたいだね。君も教室に帰らないと。それじゃあまた。
高野菜？よくわかんねえけど、メインはもう終わりなんだろ？別に誰からも誘われてねえし、帰ろうぜ。あれ、先輩、高野菜行かないんですか？なら一緒に行きませんか？せっかくのお祭りだし、楽しんだもん勝ちですから。始まってますね。行きましょうよ先輩。さてさて、次は毎年恒例、囚人制の主張です。の前に、今年はちょっと趣向を変えまして、サプライズイベントを用意しました。ダンス同好会の皆さん、カモン！さあみんな、彼らに負けずに踊っちゃってくれ！こういうのって踊らない方が浮いちゃって恥ずかしいんですよね。先輩、踊りましょう。やりますね先輩。それじゃあ会場が温まってきたところで曲編いってみようか。君、1年の吉沢さんでしょ？ちょっとお願いあるんだけどさ。わかりました、やります。先輩、頼まれちゃったのでちょっと行ってきます。私のこと見ててくださいね。けど楽しかったです。思わずノリノリで踊っちゃいました。ありがとうございます。さっきのダンスすごかったな。ねえ、私見入っちゃった、
お父さんからです。遅くならないうちに帰ってこいって。すみません、そろそろ失礼しますね。ありがとうございます。大丈夫です。高野祭とても楽しかったです。一緒に行ってもらえたので。それでは。話したいことがあって、お昼ご一緒させてもらえませんか？ありがとうございます。じゃあ屋上で。寒くなってきましたね。すみません、人前だと話しにくいことなので。先輩はまだ怪盗団を続けるんですか？最近怪盗団についていい噂を聞かないです。あれだけ応援してたくせに。先輩たちのこと何も知らないくせに。今は怪盗団を悪く言う人ばかりじゃないですか。怪盗団に入らなかった私が言うことじゃないですけど、こんな手のひら返しあんまりです。私がされたことと一緒ですよ。それでもですか、先輩は。やること、そうなんですね。まあな。けど心配すんな。我が輩率いる怪盗団が負けるなんてことは万に一つもない。わかりました。なら止めません。ただ一つだけ約束をしてもらえませんか？やるべきことが全部終わったら一緒にどこかへ出かけてほしいんです。今から楽しみにしてます。だから必ず無事でいてくださいね。あ、体さばきを教えるって約束、あれは引き続き協力しますから。明日はちょっと急ですよね。明後日とかはどうです？おい、明後日は。そうなんですね。まだ食べてないのに。ほら、先輩も食べないと。腹が減っては戦はできるですよ。ジョーカー、ストップ！敵だ、すぐ近くに。この数、ジョーカーでもやば。マジ？ジョーカー、さっきの妙な反応もすぐ近くに来てる。ようやくお別れできます。自分とは今日でお別れです。行きますよ先輩。敵反応減ってるけど、あいつは。
一緒に戦うの久しぶりですね。今度は私が先輩を助ける番です。さあ勝ちましょう。やってやろうじゃねえか。そな、おお、そこか。よろしく。出番ですね。これで全部ですかね。なんかもうよくわかんないけど、無事ってことでいいんだな。ってまずい、そっちに追ってきてる。すぐ逃げて。行ってください。その方が見つかりにくいですし、怪盗としてまだやることがあるんですよね。なら止めません。怪盗団じゃない私が口出しできることじゃありませんから。けど前に言った約束忘れないでくださいね。てかジョーカー早く逃げて。いいのかこいつここにいさせて。事情知らない囚人の生徒とか来たら面倒なことになるんじゃねえの。いいからいいから。いらっしゃ。だから言ったじゃねえか。いや、これでいいんだ。先輩、そっくりさんとかいうオチじゃないですよね。よくわからないけど、夢じゃないですよね。どうだ、我が輩からのサプライズってやつだ。我が輩が双葉に頼んで、で私からリュウジに伝言を頼んだってわけだ。お前疲れてるだろうからちょっと日を明けてやったんだぜ。よかったです、本当によかったです。全然聞いてねえ。事情は知ってるみたいだな。まあ立ち話もなんだから座りなよ。俺はちょっと買い出ししてくる。あとは若い者同士でやんな。よ、吉沢さんか。あ、初めましてだな。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さくらさん、敬語を使うのか使わねえのかはっきりしろよ。うるせえ、人見知りなめんな。その前にパレスでこいつを助けてくれたってモナから聞いた。私たちも感謝してる。いえ、普段は私の方が助けていただいてばかりなんです。必ず恩返しするって約束もしていたので。なんという丁重な返し。本当に私と同い年か。そういや一つ聞かせてくれ、なんであの日吉沢はパレスにいたんだ。それは私も気になってた。リーダーが助かったのはもちろん感謝してるけど、作戦のことが漏れてたんだとしたら今後の動き方にも関わる。一週間くらい前、学校の屋上でお二人とお昼を食べた時。おい、あさっては。きっとその日に何かあるなって思って。すみません、実はずっとついてってました。尾行されてたってこと。全く気づかなかったぜ。誠とは大違いだ。前から考えてたんです。私にも力があるなら先輩と一緒に戦うべきなんじゃないかって。部外者の私がとも思ったんですけど、どうしてもじっとしていられず。普段先輩に助けてもらってることを考えたら全然ですよ。あの、やらなきゃいけないことまだあるんですよね。それなら私も手伝った方が。
そりゃ戦力が増えんのはありがたいけどよ。先輩、いえ、ですが正直言って今度の敵はいつもよりはるかにヤバい。吉沢にもどんな危険があるかわからねえ。それに今の状況も元はといえば我が輩たちの撒いた種だからな。申し出は嬉しいがこれ以上は巻き込めねえよ。お前はお前でやるべきことがあるんだろ。これ以上言ってもわがままになっちゃいそうですね。わかりました。でしたら待ってます。ですが絶対に無事で帰ってきてください。もうあんな思いは嫌ですから。信じてます。そろそろ行きますね。今日も練習なので。それじゃあまた。あ、先輩。おはようございます。学校で会うの久しぶりですね。指導議員の改心お疲れ様でした。むしろ先輩はお礼を言われる側です。お祝いも兼ねてどこか行きませんか。初詣なんてどうですか。もう年も明けますし。まあその前に試験ですけど、また連絡させてもらいますね。失礼します。すみません、私も呼んでもらっちゃって。遠慮しなくていい。今さら部外者というわけでもないだろう。そうそう、彼のことも助けてくれたし。ではお言葉に甘えて。てかさっきから気になってたんだけどよ、お前のそれ。気づいてしまったか。街を歩いていたら目を奪われてな。一年の締めくくりと自分へのご褒美で買ったんだ。どう思うこのスカーフ。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しい。北川先輩じゃないと着こなせなそうですね。ファッションもいいが、そろそろそば行ってくれよ。伸びちまう。ああ失礼しました。ではいただきます。いただきます。うん、うまこのおそばってさくらさんの手作りなんですよね。すごいですよ、お店出せます。ありがとうよ。ちょっと作りすぎちまったから、おかわりいるならお願いします。いや早いな。吉沢さん結構食べるんだね。そういう問題なのかしら。先輩話盛りすぎです。普通ですよ普通。速報です。これまで沈黙を守っていた検察に動きがありました。検察は指導議員が告白した複数の罪に対し立件する方針を固めています。立件、ついに。後で言おうと思ってたんだけど、例の証言のおかげでね。それじゃあもう一つ、今度は完全な朗報よ。朗報？例の冤罪事件の当事者だった女性から情報提供があってね。まだ確証はないけど、あなたの前歴なかったことになるかも。マジっすか？やったね、おめでとうございます。もちろんここだけの話でね。よかったな、いい年迎えられそうだよ。
な。本当の本当にハッピーエンドだ。年始特番相方2時間スペシャル、実力派俳優の豪華共演。俺は絶対諦めない。この男最近やたらと見るな。この人モデル出身の俳優さんだよね。スタイルいいし人気出るの分かる気がする。人気、もしかして我が輩もああいう人間なら。アンドノも。さて今年もあとわずか、各地の様子を見てみましょう。改めて考えると今年はマジでいろいろあったな。ほんと何年分の人生経験だって感じ。当分こんな経験をすることもないだろうな。私からすればそうであることを願ってるわ。じゃあまあ来年からは貧困法制な学生生活を送るってことで。それならもう夏休みの宿題は一人でできるってことよね。痛いとこ掴んでください先輩。有事には無理だろうからな。貧困法制人なんだ。今年は本当にいろいろあったけど、最後はこうやってみんなと過ごせてるし、いい一年だったって思いたいよね。うん、それで根拠はないけど来年はもっといい年になる気がする。不思議ですね。私も同じ気持ちです。これだけ満足のいく年末を過ごせたんだ、そう思うのも無理はない。渋谷では年明けの恒例カウントダウンに集う若者の姿が。名残惜しいけどそろそろ時間みたいね。また来年だな。年明け、宗次郎、おせちだ。黒豆用意。はいはい、豆ね。起きて準備すりゃ間に合うよ。今日はおとなしく寝とけ。それはそうだけど、時間の感覚わからなくなるよな。じゃあ2夜連続今夜あたり新年会とかやっちゃう。あれ、お二人とも来てたんだ。偶然って重なるんだね。ご無沙汰してます。昨日も会ったでしょ。みんな用事の前にここに寄ったんだと。それでたまたまみんな鉢合わせ、すごい偶然よね。あ、だがその偶然のおかげで実にいい光景を見ることができた。日本の美そのものだ。何してるんですか北川先輩。スルーでいい、発作みたいなもんだ。つかこの後どうする。用事まで時間あんなら飯でも行かね。あ、ごめん、この後すぐ家族で出かけるの。俺も寄るところがある。私もお父様と食事。私はこれからお母さんと初売り巡り。なんだみんな忙しそうだな。じゃあ俺も陸上部の連中誘ってみっかな。私も志保に連絡してみよう。じゃあここは解散かな。
またね。皆さん帰られましたね。そういえば先輩、さっき何をお願いしたんですか？新年から切実ですね、先輩。私ですか？ですね。あ、すみません。あれ、お父さんからだ。家に親戚が集まってるから挨拶しなさいって、これから駅まで迎えに来てくれるそうです。うちそういうのに厳しくて。誘っておいてすみません。せめて駅までご一緒させてください。お父さん。袖口押さえないと、せっかくの晴れ着なんだから。うこちらは先輩、前に話したお世話になってる学校の先輩だよ。君か。この子からいつも話は聞いているよ。お父さん、いつもって。本当のことだろ。これも君が選んでくれたんだってね。今さらだけど、ありがとう。お父さん、それ家でも職場でもかけてるんです。気に入ってるからね。それじゃあ私たちはそろそろ行こうか。見て。え？どうした？あ、なんでもない。それじゃ先輩、失礼します。ちょうど一緒にいたからさ。死人の次はパレスか。面白いね。明智さん、パレス知ってるんですか？彼と同じ力を持ってるって言ったらわかる？そうなんですか？じゃあ明智さんって。言っておくけど、僕は怪盗団じゃないよ。でも今の会話で察しがつくってことは、吉沢さんもってことになるね。あの、はい、使えるんですペルソナ。私も怪盗団ではないんですけど、前に先輩たちとこのパレスに入ってしまったことがあって。これどういうことなんでしょう。出かけた帰りに寄ってみたらああなってて。騒ぎになってないってことは、他の人間には見えてないのかもしれないね。もしくは見えているのに反応していないか。そうなんです。通りがかった人に聞いても特に気にしてないみたいで。あれこれ考えるより動いてみた方がいいかもね。パレスに入るってことですか？現実にパレスが現れたって言っても、見えるようになったのはこのパレスだけだ。もちろん確証はないけど、この異常事態と関連する可能性は高い。だったら入ってみるのが早いと思わない？まあ入る手段が残ってればだけど。これ、消えたと思ってたけど、こいつも復活してるみたいだね。私何もあります。履歴はある？履歴どうやれば。あ、一件だけ残ってます。でもこれ、
名前の箇所が不自然に塗りつぶされてるね。このパレスの主はこんな小細工まで可能なのか。これパレスには入れないんでしょうか。履歴はあるからね、侵入は可能なんじゃないかな。もしパレスに行くなら私も連れて行ってくれませんか。前に行った時から気になってることがあるんです。足手まといにはなりませんから。君はどうする？決まりですね。じゃあ行くよ。改めて見ると不思議な場所ですね。この建物何なんでしょう。ここの主がさっきの場所をどう思ってるか次第だね。ま、進んでいけばわかるよ。そうなんですね。ところで、そのどうかした？いえ、なんというか。本来？ああ、これのこと。吉沢さんはともかく、君の前で今さら清廉な探偵王子を演じる必要もないだろう。おしゃべりは終わりだ、行くよ。本来？ああ、これのこと。吉沢さんはともかく、君の前で今さら清廉な探偵王子を演じる必要もないだろう。おしゃべりは終わりだ、行くよ。シャドウの発言も主の思想のヒントだ。随分カルト的なことを言い出すんだね。悪いけど通してもらうよ。雑魚の相手してる暇ないんだ。なぜ自ら痛みへ向かう。なぜ自ら苦しみに触れるのだ。吉沢さん、行けるね。いつでも。バラバラなのも面倒だ。情報支援は僕がやる。雑魚がわらわらと。いいだろう。血祭りだ。久しぶりだな。血が騒ぐよ、本当にね。明智さん。さあ、片付けるぞ。はい。俺の恐ろしさを味わえ。あ、なんだこの野郎。全てダウンか。そのまま蹴散らしちまえ。よしよしの時間。殴れ、切れ、撃て、殺せ。効果は先に立たず。一歩前進だ。片付いたか。即席で組んだ割に上出来だったね。吉沢さん。あ、はい。さっきのシャドウ研究って言ってましたね。それに痛みとか救済とも言ってたね。何にせよまともな人間でもなさそうだ。ん？ここの見取り図みたいだね。もらっておこう。あの、私明智さんとそこまでお話ししたことないんですけど、普段からああいう方なんですか。いろいろ容赦ないというか。そうなんですね。いつまでも喋ってないで進んだ方がいいんじゃないかな。容赦のない明智とでよければだけど。聞こえてましたね。というか
の声。あれ。嘘。すぐ来てくれるからな。お母さんも。おばあちゃんも。もちろん。あの子もだよ。落ち着いたら。きっと来てくれるから。どうして。どうしてだ。お父さん。なんて。今の映像、吉沢さんのお父さんだよね。それに亡くなってたのは。スミレ、妹のスミレです。先輩にも話しましたよね、亡くなった家族がいるって。なんであんな映像が。すみません、私最近変なんです。何か思い出さなきゃいけないような、思い出しちゃいけないような。吉沢さん、動ける。とにかく今は先へ進もう。大丈夫です、行きましょう。ねえ、君が吉沢さんと知り合ったのっていつからだっけ。そうか、とにかく行こうか、先は長そうだ。広いですね。ここは何の部屋でしょう。辛そうだね、大丈夫。問題ないです。さっきの映像が頭から離れなくて。スミレさんの映像のこと。そうです。進みましょう。なんであんな映像を見せたのか確かめなきゃ。それは間違いだ。痛みを求めるな。この先には悲劇のみが待つ。ふん、新手だね。痛みとか悲劇とか、あなたたちの主は何者なんですか。私の何を知ってるって言うんです。教えないのなら押しております。私は。先走りすぎだ。落ち着け。すみません。行くぞ、合わせろ。
かないだと聞くだろ。ビビってんのか。頭き。ふん。手っ取り早く済ませようぜ。私の思いは。俺の恐ろしさを味わえ。吉沢さんがダウン。油断したか。来い。よし。反撃の時間。吉沢さんが復帰。挽回のチャンスだよ。ペルソナ。慈悲を拒む者ならば見るがいい。今度は何を。お聞きください、この大歓声。新体操界のニューヒロイン誕生に割れんばかりの大歓声です。え、ありがとうございます。結果を残せて嬉しいです。の枠を大きく超えた演技、素晴らしかったです。もうすぐ高校に進学されますが、新体操の方は。もちろん続けます。新体操で世界を取るのが夢ですから。ありがとうございます。最後にこのお気持ちを誰に伝えたいですか。妹です。この会場にいるはずで。これいた、スミレ。スミレ、お姉ちゃんやったよ。世界を取るのは私たち姉妹二人の夢なんです。やめて。一緒に叶えようね、スミレ。やめて。私吉沢さん、君は分かってくれたかな。男か。これ以上進んでも心を引き裂く結末が待っているだけだよ。おとなしく今ある現実に帰ってもらえないかな。心を裂く結末。何を言ってるか分かりませんし、帰るつもりもありません。彼女の言う通り、僕たちもおとなしく帰る気なんてない。こそこそ警告なんてしてないで直接出てきたらどうです。わかった。下に降りてきてくれ。僕もそこへ向かう。ずいぶん素直に乗ってきたね。ようやく主のお目見えかな。気遣いありがとうございます。でも全然平気です。行きましょう。吉沢かすみね。主のお目見えかな。お気遣いありがとうございます。でも全然平気です。行きましょう。吉沢かすみね。マルキ先生がパレスの主なんですか。パレス。歪んだ欲望が形になった場所のこと。
その欲望の主があなたなのかってことですよ。ああ、君たちの言い方に習うなら、そうだね。僕がパレスの主だ。けど僕の場合、君たちの知るものとは少し異なるようだけどね。外の異常事態にもあなたが関わってると思っていいんですね。そうだね。僕の作った現実、気に入ってくれたかな？現実を作った？そうだよ。信じられないと思うけど、僕は人々が願う現実を叶える力を得たんだ。それは本当に君の真意かい？元の現実は理不尽で残酷だよ。現に吉沢さんも忘れていた過去に触れるたびに苦しんでる。過去？丸木先生、過去って何なんですか？私に何があったんですか？分かった。本当はさっきまでの警告で済めばよかったんだけど、望むなら一度思い出してほしい、君が何者なのかを。そして君たちにも知ってほしいんだ。知った上で選んでくれないか？無慈悲な現実と僕の現実、そのいずれかを。これって今日も疲れたね。具合悪い？そんなんじゃない。なんで私ダメなんだろう。今日も失敗ばっかだったし。急に背が伸びて視点が変わったからだって。すぐ慣れるよ。ほらもう私と変わんないよ。同じくらい練習してるんだけど、優勝するのはいつも霞だけ。私全然追いつけない。それはね、私の方がお姉ちゃんだからです。同級生兄弟じゃん。マジに返さないでよ。二人で世界を取るんだよ、私たちの夢。霞には、私の気持ちなんかわかんないよ。え？霞に、霞みたいに私も慣れたらよかったのに。ちょっと待ってよ。みんなが望んでいるのは霞。前見て、危ないよ。ねえってば。世界を狙える強い霞。待って、止まってよ。スミレ、スミレ。私は思い出したみたいだね。そうだ、私霞。違うんです。私は霞じゃない。吉沢霞なんて女性はもう死んでる。去年の春、囚人学園に入学する前、練習の帰り、
さっきの通りで、かすみはよそ見してた私を車からかばって、私はかすみにかばわれた。かすみの夢も人生も奪った。妹の吉沢すみれ。続きは僕が話すよ。当事者だからね。彼女の本当の名前はかすみさんの妹吉沢すみれだけれど、これまで彼女は自分を吉沢かすみ、亡くなったお姉さんだと認知していた。もちろん本人の認知が変わっただけだから、他の人から見れば彼女はすみれさんのままだ。どういうわけか例外もあったみたいだけどね。君が彼女をかすみさんだと思うような出来事でもあったのかな。君は知らなかったようだけど、彼女は最初から吉沢すみれだよ。なのにさっきの映像を見た時、彼女は自分を吉沢かすみだと名乗った。この状況でそんなおかしな発言をするんだ。一瞬彼女がこのパレスの主かとも疑ったけど。かすみが死んだ後、囚人学園に入るより前に私、丸木先生にカウンセリングをしてもらったんです。その時先生に言いました。かすみがもういなくて、あの子が夢を叶えられないなら私がかすみになって代わりに夢を叶えたいって。それで彼女のためを思って認知に干渉したと。そうだよ。僕には当時から局地的にだけど彼女の願いを実現する力があったからね。考えてみてくれないか。自分をかばった姉が亡くなって、自分だけが助かってしまったすみれさん、彼女の罪悪感や心の傷を一体誰が癒せるって言うんだい。すみれさんがかすみさんになることで罪の意識を忘れて前向きに生きられるなら、僕はその現実こそが彼女の幸せだと思うんだよ。そういう建前はもういい。お前は自分の研究の価値を認めさせるために彼女を利用しただけだろうが。君の目にはそう映ってしまうんだね。残念だよ。もちろん僕はこの認知科学の研究を世間に認めてもらいたかった。でもそれは吉沢さんのような思いをする世界の人々をみんな救うためなんだ。僕の研究はその人が望んだ願いを現実にする。そして研究は今まさに実証されている。これでもう誰も理不尽で無慈悲な現実に苦しむことはなくなるんだ。このパレスは主の欲望が形として現れる場所だったね。僕の研究で苦しんでいる人たちを救いたい。言うならばそれが僕の欲望かな。馬鹿げてる。そうかもね。それでも僕は本気で元の現実を変えるつもりだ。彼女が霞になることで救われたように苦しんでいる人々を救うよ。それが僕の使命なんだ。この世界はその役目を僕に託したんだよ。残酷な事実は消え、幸せな認知の中で人々は生きる。それが救いでなくて何だって言うんだい。その洗脳じみた言動を信じてあなたの手のひらで生きていけと。正直言ってヘドが出るね。それが明智君の答えか。でも他の人はどうかな。吉沢さん、改めて聞くよ。君が望む現実はどっちだい。え、君が望むならこのままスミレとして生きる道を選べばいい。でもかすみとして生きることを望むなら僕は再びそれを叶えてあげられるんだ。丸木先生、私は。無理だ。
よ。すみません先輩、私はスミレには戻れません。霞を死なせて夢を奪ったスミレには。彼女を責めないでくれ。それほど彼女にとって現実は辛いんだ。君たちは僕の作った現実に疑問を感じ、ここまでやってきた。けどね、僕が救いたい人々の中にはもちろん君たちだって入ってる。そう、君の幸せのためにも僕の作る現実を受け入れてはくれないか。まだ分かり合えないか。その子をどうするつもりです？どうもしない。ただ君たちのそばには置いておけない。彼女が霞であることを望む現実、その現実を受け入れられない君たちとは。そんな悲しいことを言わないでくれ。その言葉は彼女の居場所を否定することなんだぞ。居場所ね。彼女だけじゃない、君たちの居場所でもあるんだよ。僕の現実を受け入れない君たちと分かり合いたい。君たちにも願いがあるはずだろ。僕ならそれを叶えられる。幸福な現実を見せてあげられるんだ。話すだけ無駄だな。今はそうみたいだね。そうなると力で分かってもらうしかありませんね。暴力は気が乗らないけど。綺麗事も言っていられないか。二人でやると準備はいいね。足引っ張らないでくれよ。主の慈悲を拒む愚か者。雑魚が、お前と話してる時間はないんだよ。足りぬ。こんなものでは消せ。しぶとい野郎だ。消せ。負傷者多数だ。受け入れろ。身を委ねるのだ。前座の分際でごちゃごちゃと。ジョーカー、あいつを黙らせる。援護しろ。許さん。行くぞ。最高の気分だわ。あっけないな。即席にしちゃ悪くないね。
まだ続けます？これ以上は話し合い無意味だと思いますけど。残念だよ。一度時間をくれないか。僕が言葉で説明するよりも実際に今の現実を見てきてほしい。きっと君の仲間たちも幸せに過ごしているはずだよ。それはできない。さっきも言った通り、彼女は霞である現実を望んでる。彼女がそれを望む限り今の君たちのそばに置いておけないよ。彼女に危害は加えない。これだけは約束するよ。心配せず僕の作った現実を見てきてくれ。そうすればきっと何が正しいかはっきりするはずだよ。おとなしく飲むとでも？悪いけど無理にでも飲んでもらう。逃がしたか。深追いは禁物だね。一旦戻ろうか。君を罠にはめるために周囲の人間にはあらかた調べをつけていたけど、まさかマルキタクトがこのふざけた事件の首謀者とはね。しかも一人の人間が現実を歪めてみんなを幸せにするなんて言い出してる。異常な思想だな。理解に苦しむよ。とにかくこれからどうするか決めないとね。今すぐ助けに行くのは割と自殺行為じゃないかな。まずは情報が欲しいね。奴に対抗するには僕らは何も知らなすぎる。いろいろと調べてみるよ。あいつの言いなりになるのは尺だけど、マルキは1週間後の1月9日まで待つと言った。来週またこの場所で会おう。もっとも君が仲間と仲良くこの現実で生きることを選ぶなら話は別だけどね。よく来てくれたね。眠っているだけだよ。最初から危害を加えるつもりはないんだ。彼女の心が落ち着き次第思い出してもらうよ。自分が現実で望んでいた姿をね。望んでた姿ね。つまるとこ自己満足のために他人を洗脳してるだけでしょう。そう思われるのは覚悟の上だよ。けどその自己満足でたくさんの人が幸せになるなら素晴らしいことだとは思わないか。君はこの1週間で仲間たちに会ったはずだよ。僕の作る現実は彼らの望んだ現実。そこでの仲間たちは苦しんだり辛そうにしていたかい？この現実こそが正しい現実、そう認知してくれるだけでいいんだ。それだけで君も同じように幸せになれる。君も見ただろう、仲間たちもこの現実を望んでる。君がこの現実を選ぶことを願ってる。
分かってほしい。そろそろいいかな。仲間や吉沢さんのためにも聞かせてくれ。君が出した答えを。え？交渉決裂ですね。そうか。君たちとはまだ分かり合えないんだね。嘘ですよね。お願い先輩、私を霞でいさせてください。どうしてですか？こんなに辛いのにそれでも逃げちゃいけないんですか？霞はもういないんです。私のせいで、スミレのせいで、そんな現実には戻れない。お願い、邪魔をしないで。出ないと私は。強情だな。これ以上口で言ったってわからないだろうし、やるしかないんじゃない？僕がやってもいいけど、無傷の方がいいんだろう。さっさと済ませてよ。引いてくれないなら。私は戻れない。霞を殺したスミレには、ペルソナ。何？ペルソナ。そこか。どうしてなの？勝負ありだね。どうして？先輩、ダメなんです。私はスミレには戻れない。先輩も見たでしょ。お姉ちゃんは私のせいで。どうして分かってくれないんですか？お願いだから。吉沢さん。君が望むなら僕も力を貸そう。先生、
君が霞でいられるように、もう君が苦しまないように、この力で。なんだ。彼女はあるべき自分を見失って苦しんでる。さあ示すんだ。もう二度と悪い夢を見ないように。いえ、もう嫌なの。灰にまみれた居場所なんて嫌だ。まったく、優しさもここまで行くと狂ってるな。とっとと済ますぞ。あの場所にはもう戻らない。ここが私の居場所なの。僕のできる形で君を救おう。ち、完全に暴走してるな。まずは彼女のペルソナを止めるぞ。ザコを食ったのか。面倒だな。回復する前に倒すか。くそ、キリがない。なんだこいつは。戻らないわ。惨めで悲しみに満ちた灰色の私には。わかるだろう、彼女にとってはそこまで受け入れがたいんだよ。ち、こんな前座に手間取ってる場合じゃねえんだよ。来るぞ。やらせねえ。カルのやつ、勝手に飛び出していきやがって。でも今回はそれが幸いしたみたいね。だいぶ待たせてしまったかな。あれって明智君に丸木先生。吉沢が吊るされてペルソナが暴走してる。どういう状況だ。わかんねえことだらけだけど、話は後だ。ジョーカー、今はあいつを止めりゃいいんだな。よし、みんな行くぞ。よし、ここからのナビは私に任せろ。押し返すぞ。信じられない、どうしてここに。吉沢さん、君たち、まさか自分から幸せを捨ててくるなんて。なぜだ、ありえない。丸木先生なんですよね。そうだよ、君たちはなぜ。なんでだよ、なんで先生がパレスにいんだよ。彼がパレスの主だからだよ。な、それとこの歪んだ現実を作った張本人ですよね、マルキさん。君たちの幸せのためなんだ。
幸せ？そうだ、僕は君たちの望みを叶えたかった。幸せってどういうことだよ。なも俺たちは望んで。本当にそうなのかい？え？いや、何でもない。君たちに僕の作る現実を否定する意思があるのは分かった。戦うのであればそれに応じるよ。僕の戒心を狙うならそれでもいいけど、まだ交渉の余地はあると思う。それに今は戦いより吉沢さんの回復が先だろうから。また逃げる気ですか？今ここで戦うのもいいけど、君も消耗してるはずだよ。吉沢さん！まだ時間はある。そうだな、2月3日だ。2月3日に君たちの最後の結論を聞こう。その日まで考えが変わらないようなら、もう力でぶつかり合うしかなくなる。そうなることは望まない。でも僕も譲れないんだ。誓ったんだよ、大切なものを失ったあの日に。反応消えた。追いかけたいけど今は無理そうね。一旦出ようぜ。吉沢も休ませねえと。来る時も驚いたが、異世界ナビの復活、そして現実でも見えているパレス。とりあえず現実がおかしくなってるっぽくって、それに関係してるのが丸木先生なんだよね。なあ、お前はどこまで知ってんだ？丸木先生がこの現実を作り変えた。私たちの幸せのために。さすがに理解が追いつかないな。混乱中のとこ悪いけどいいかな？そうだよ、明智！今さら警戒しなくていいよ。君たちをやるつもりならとっくにそうしてる。戦う気はないってことね。君たちとの決着はもうついてる。それに丸木の作った現実を認めないという点で彼と目的は一致してるからね。利害の一致ってわけか。君たちはどうなんだい？君たちがさっきまで理想の現実とやらにハマってたところから見ても、丸木が本気で僕たちの幸せを思ってるのは事実だ。歪んでるとはいえ、今まで君たちが改心させてきた大人たちとは違う。それを知った上で丸木と戦う気はあるのかなって。なぜそれを俺たちに聞く？現実そのものを歪めるような相手なんだ。戦力は多い方がいい。君たちも目的が同じなら手を組んだ方が効率的だろ。僕はもう行く。さっきのこと考えておいて。おい！ったく。吉沢、大丈夫か？私。はい。すみません。私。皆さんにご迷惑を。そんなんいいって。ここで無理に話し合うより今は一旦解散した方が良さそうね。だな。また明日。つか明日から3学期じゃね。学校行った方がいいよね。これからどうするか全然決まってないけど。
マルキは2月3日まで待つって言ってた。時間はまだある。焦らずどうするか考えようぜ。ラベンツァ殿が、みんなにも話した方がいいな。放課後に集まろうぜ。あのおはようございます。その私、先輩たちにとんでもないことを。本当に、なんて謝れば。いや、いらねえってそんなのは。それより体は大丈夫なのか？体は大丈夫ですけど、頭は正直混乱してます。記憶も曖昧で、まだいろいろ整理がつかなくて。もう少し考えてみます。自分がこれからどうすべきなのか。私は そろそろ閉めるか。おい、洗い物を済んだら上がっていい。いらっしゃい。あの、吉沢。入りなよ。なんか用あんだろ。店はもう閉めとくから、あと頼んだ。夜分遅くにすみません。コーヒーいただきます。おいしい。少しお話聞いていただいてもいいですか？ありがとうございます。実は今日見たんです、保健室に入っていく先輩たちを。それでその話聞いちゃって。先輩たちは自分で道を決めて逃げずに前に進んでる。それに比べて私は、丸木先生が話した通り、私は元の現実から逃げました。自分のせいで霞がなくなったっていう事実に耐えられなかったんです。記憶はまだ曖昧ですけど、自分がスミレだっていうことを思い出しても受け入れたくなかった。霞のいない現実から、スミレとして生きる現実から、まだ逃げてたんです。いえ、さっき言ったようにちゃんと前に進んでる先輩たちを見て思ったんです。自分もこのまま逃げてちゃダメだって。けど霞がいない今、一人だと何をすればいいのかわからなくて。先輩、私どうすればいいんでしょう。厳しいですね、先輩は。でも本当にその通りだと思います。相談ありがとうございました。どうすべきかはまだわからないけど、もう一度考えてみます。これからどうすべきなのか。あれは？お疲れ様です。丸木先生と戦うんですよね。私も連れて行ってください。けどお前、その格好じゃ。お願いします、もう逃げませんから。いつまでも先輩たちに頼ってばかりじゃいられない。私もスミレとして前に進みたいんです。やるじゃねえか。問題ないみてえだな。ありがとうございます。となると
あとはコードネームだな。コードネーム？本名で呼び合ってちゃ閉まらねえだろ。なるほど。ジョーカー、何かいい案あるか？英語でスミレか。うん、いいんじゃない。バイオレット、ではそれでお願いします。わかった。下唇を噛んで言うわだな。さじ加減はお任せします。バカ軍団かよ。そろそろいい？先に行った方がいいと思うんだけど。わかってるって。じゃあ行こうぜ、バイオレット。はい。バイオレット！サンドリオン！ペルソナが！させるかよ！待ってください！お気持ちだけいただきます。自分で戦うって決めたんです。助けられてばかりじゃいられません。逃げて逃げて、あなたにすがって、でも本当はずっと分かってた。上辺だけ霞になってもダメだって。弱いスミレでいるのはもうおしまい。バイオレット、あなただけは最初から偽物じゃなかった。来て、サンドリオン。あなたが出てこないのなら誰がスミレと一緒に行くんです。なんて強引な人。でも今のあなたならお似合いかもね。成功という名のガラスの靴。あなたの中にある彼女ごと、我は何時、何時は我、舞踏会の準備はできていて。もちろんです。私はもう自分自身から逃げない。言うじゃねえか。ひっけーバイオレット、ボコボコにしてやれ。はい、行こう。サンドリオン、ペルソナ見せて。サンドリオン、敵ダウン。バイオレット最高だ。見せてください。ボコボコにした。効果を先に立つ。心配かけてすみません。もう大丈夫です。相変わらずの体さばき、見事だぜバイオレット。ありがとうございます。まだまだ未熟だけど、足を引っ張らないようにします。いちいちかしこまらなくていいって。あ、すみません。ジョーカー先輩もスミレとして改めてよろしくお願いします。我は何時、何時は我、我再び真実を目指す契りをここに得たり。迷いを抜け、現れいでし鎖を砕かんとする意志こそ強き心なり。何時、信念のペルソナの再起に祝福の風を得たり。風はすなわち採用へ至る道筋を照らす導きとならん。
よし。よし、ガンガン行こうぜ。はい、このまま進みましょう。新規エリアが確認されました。案内情報を更新します。さっきと全然雰囲気違うぜ。ん？あれ？やあ、お疲れ。お、ジョーゼ。車？え、子供？というより、皆さんのお知り合いなんですね。先輩たち、顔広すぎです。ここにも花があるね。でも、今までのとちょっと違う匂いがする。味はどうだ？うん、いや、好き嫌いはダメだね。僕、この先に行ってみるよ。お兄さんたちも行くつもり？そうなんだ。じゃあもし花を集めたら僕に声かけてよ。ちゃんとお礼もするからさ。じゃあ、お疲れ。不思議な子でしたね。異世界で現実の常識を基準にする方がナンセンスだよ。この先に行くなら用心しとけよ。いろんな反応のごったにだ。もちろんシャドウの反応もな。ここでしたね。異世界で現実の常識を基準にする方がナンセンスだよ。この先に行くなら用心しとけよ。いろんな反応のごったにだ。もちろんシャドウの反応もな。じゃあ、なこでしたね。異世界で現実の常識を基準にする方がナンセンスだよ。この先に行くなら用心しとけよ。いろんな反応のごったにだ。もちろんシャドウの反応もな。
なんだこの部屋。今までも異様だったけど、ここはここで妙だね。ブラウン管とかレトロだな。おまけにビデオデッキ付き。テレビでも見ろってか。そんな単純な。いや、あながち間違ってないかもしれんぞ。そこにビデオテープらしきものもある。どの道他に方法はなさそうだ。見てみるしかないんじゃない。もちろん罠の可能性もあるけどね。映像映んないね。中で変な音もするし、壊れちゃったのかな。叩いたら治りますかね。それだけはやめてくれ。何か出そうよ。注意して。ルミ、具合はどうだい。ごめん、今日は手ぶらなんだ。最近忙しくてバイト入れなくてさ。あ、そうだ、今度来る時には花でも買ってくるよ。高校の時に行った花畑、君好きだったろ。それともお菓子の方がいいかな。甘いのとしょっぱいのどっちがいい。ルミはどっちも好きだよね。今日はね、君に報告もあるんだ。一つは僕の論文が完成したこと。もう一つは犯人が逮捕されたよ。もう大丈夫だ。もちろんまだ終わりじゃないけど、ちゃんと進んでる。僕の認知科学はね、人の心の風景を知るための学問なんだ。人はそれぞれ自分の認知によって世界をいろんな形で捉えていて、そのいわば認知世界に触れることができれば、その人が現実で見ている景色さえ変えることができてしまう。そんな話をまとめたのが僕の論文なんだよ。って前みたいによくわからないって言われちゃうかな。でも
僕の論文をすごく高く評価して興味を持ってくれた人がいてね。このまま話が進めば出資も頼めるかもしれない。そしたら僕はいよいよ認知科学を扱う科学者になれるんだ。僕は研究を犯罪の抑止に役立てたいと思ってるよ。罪を犯してしまう人の多くはこの世界を歪んだ形で認知していることが多くてさ、その認知を変えることができれば罪を犯すのを未然に防ぐことができるんだ。そうすれば二度とあんなことは起きないはずだから。僕は君を救いたい。いや、君だけじゃない。僕はこの認知科学で世の中全てを救いたいんだ。そうすることでご家族にもきっと。タクト、僕だよルミ。大丈夫？話せるかい？タクト家族。家族、お父さん、お母さん、やめて、ダメ、死なないで。ルミ、ルミ、大丈夫だから落ち着いて。返して、お母さん返してよ、お父さんを。我が欲しい。また頭痛か。クソ、今誰か呼ぶから。おそらく発作的なものですね。何らかの言葉や刺激などがきっかけになり事件の記憶が蘇ったんでしょう。言葉、ルミ、ごめんね。僕のせいだ。分かってたよ。いくら犯罪を減らしても君の家族は帰ってこない。君に必要なのはあの事件からの解放だ。僕はどうしたら。止めよ我よ。何なんだこれは。忘れさせる、僕にそれができるなら。でもそうか、認知を。被害者の心が変われば辛い思い出もなくなる。我を求めよ。それができるならルミが、被害者だけが永久に苦しむ理不尽が消せるなら。求めよ我は思考の造物主、汝の強き怒りに応え共に現在を背負おう。呼べ我よ。ああ、いいさ、どこの誰でもいい。力を貸してくれ、僕にルミを救わせてくれ。今のはルミ、大丈夫か。誰？ルミ、僕だよ。あの、申し訳ないけどあなたを知らなくて。ルミ、一体何を。私、手術を受けたんです。生まれつき体が良くなくて、幼い頃に両親を亡くして田舎の祖母たちと暮らしているので。幼い頃、まさか
そんな、ルミ、僕だよ。わからないのかい？あの、ごめんなさい。あなたが何を言ってるのか。私、先日ようやく手術が終わったんです。なので、そろそろ退院で、祖母たちに早く元気な顔を見せてあげなきゃ。俺は記憶が書き換わっている。まさかさっきの声が本当に。あの、大丈夫ですか？バカな、そんなことが。あ、いや、大丈夫だよ。そうなんだね。事件のことを忘れてる。それなら、ルミは。ところで、あなたはどうして私の病室に？それと、私の名前を。あ、僕は、ごめん、人違いだったんだ。人違い？そう、僕に同じ名前の恋人がいてさ。そうなんですか？なんだか嬉しいですね。どうやら病室を間違えちゃったみたいだ。本当にごめんね。あの、こんなこと言うのは変ですけど、よければまた。ありがとう。けど、ごめんね。これから忙しくなりそうでさ、もう会えないと思う。そうなんですか。恋人の方は。僕の恋人は死んだよ。だからもうここには来ない。あ、ごめんなさい。私、体早く良くなるといいね。きっと周りの人もそれを望んでるから。今の丸木先生だよね。ああ、おそらくな。普通に考えれば、今のは丸木の過去の記憶ってことになるね。さっきの女の人の感じ、私の時と同じでした。認知の書き換え。映像の中の口ぶりから言って、自分の能力に初めて目覚めた時のものって感じかな。先生は私たちにこれを見て欲しかったんでしょうか？いや、そうとも限らない。無意識にしまい込んでた古い記憶って線も考えられる。けどこれが事実なら、本人にとって重要な記憶であることは間違いないね。良くも悪くも、先ほど見た映像の事件が丸木氏の今を決めたようにも思えるな。だね。聞いてても腹が立つな。なんでここまで来て、お前の研究が。出資者にも教授にも直談判したけど、まともに取り合ってくれなかったよ。認知科学は研究内容の実証性不足のため、出資はおろか、研究自体も打ち切り、これはすでに決定事項だってさ。なんで今さらなんだ。論文を見てもらった時はあんなに前向きだったじゃないか。お台場にできる予定だった研究所、あれもなくなったんだろう。くそ、何が実証性だ。研究なんてやってみるまでわからないものじゃないか。犯罪者ではなく被害者の認知を変え、
事件のトラウマを緩和する。僕の研究が成功すれば必ず多くの人を救える。やってみる価値はあるはずなんだ。なあ、打ち切りの理由本当に実証性なのか。僕だっておかしいとは思う。今さらそんな理由で打ち切るのは明らかに変だ。でも仮に陰謀だったとして僕に何ができる。証拠があるわけでもないし。そうか。それでこの先どうするんだ。スポンサーは降りちまったし、大学の研究室も許しちゃくれないだろう。大学は辞める。もうあそこに僕の居場所はないからね。就職して仕事をしながらあの論文をもっと高めていくつもりだ。そしていつか認知世界の存在を実証する。そうすれば誰にも文句は言わせない。海、必ずやり遂げるよ。君を失ってまで手に入れた力だ。苦しみから救うんだ。僕が何年かかったとしても絶対に。また丸木先生の記憶だよね。多分さっき見た記憶よりも後のものよね。研究の打ち切り。さっきの彼女の事件以来、認知科学を生かして人を救う研究を進めていたけど、研究は中止。おまけに自分のキャリアも絶たれた。残ったのは研究を実証して人々を救いたいって執念だけ。映像をつなぎ合わせるとそんなとこかな。夢だったんですね、この場所で人を救う研究をすることが。情が生まれたなら戦うのやめとく。そういうわけにはいかないよ。だな、むしろ絶対勝たねえと。一度決めたことですもんね。吉沢すみれさんだよね。カウンセラーの丸木です。まずは来てくれてありがとう。はい、よろしくお願いします。すみません、話すこと思いつかなくて。今日来たのも親の勧めなので。構わないよ。じゃあ時間まで雑談でもする？雑談？もちろん言いたくないことは無理に言わなくていい。あ、お菓子もあるから遠慮しないでね。甘いのもしょっぱいのもあるから。はい、ありがとうございます。じゃあそうだな、例えば昨日のお昼何食べたなんてどう？僕はね、この前リンゴいっぱい友達からもらってさ、普通に食べるの飽きちゃっていっそご飯のおかずにしようと思ったんだ。昨日のお昼もリンゴ料理に挑戦してみたけど、どうにもうまくいかなくてね。どんなの作ったと思う？わかりません。実はエビチリにリンゴ入れてみたんだ。ほら、酢豚にパイナップルの感じでさ。それは合わなそうですね。けどリンゴもちゃんとおかずになりますよ。すりおろしたりすればソースにもなりますし、栄養バランスや消化にもいいから私も料理に使ってます。吉沢さん、料理できるんだね。それに栄養バランスなんてしっかりしてるな。私新体操やってるんです。食事もしっかり意識しなさいってコーチに言われてて。そっか、練習は大変？大変ですけど
苦ではありませんでした。でもうまくいかなくて、もう何がしたいかもわからないです。そうなんだね。体操は好き？どうなんでしょう。姉と約束してたんです、新体操で世界を取ろうって。でも姉は亡くなりました。車から私をかばって、私が霞の夢を奪ったんです。私じゃダメなんです。私じゃ前に進めない。ここにいるのが霞なら、きっと夢を叶えられた。霞じゃなきゃダメだったんですよ。私が新体操を続けたって、何も。ごめんなさい。謝らなくていいよ。言えることは言った方がいいと思う。時々思うんです、私が霞だったらよかったって。現実は何も変わらないのに。現実か。吉沢さんの考えてることはおかしくなんかないよ。誰かになりたいって考えるのは悪いことじゃないと思うんだ。そうなんでしょうか。人間にはね、自分に暗示をかけてその通りに自分を変えていく力があるんだ。だから目標にする人をイメージできれば、実際にそうなっていくってことになる。あの人ならこうするはずだとか、あの人ならこうはしないとか、そういう問いかけをすることでその人自身が変わっていくんだよ。お姉さんのことイメージできる？はい。お姉さんだったらこんな時にどうしてるだろう。泣きませんね。そんな暇があったら練習して。丸木先生、私霞になりたいです。わかった。きっとなれるよ、信じて。どうかな、楽になった？はい、とってもスッキリしました。先生ってすごいんですね。大したことないよ。でも僕のカウンセリング不思議と効くみたいなんだ。よし、なんていうか生まれ変わった気分です。そうか、ならよかったよ。また何かあったらいつでもおいで。雑談で構わないからさ。ありがとうございます。じゃあ次はさっきの話の続きでも。ん？どうかした？よく考えたら私料理あんまりうまくなくって、なんであんなこと言ったんだろう。妹は得意だったんですけどね。そうだね、君は吉沢かすみさんだから。はい、どうかしました？いや、いいんだ。役に立てたみたいでよかったよ。練習頑張ってね。はい、頑張ります。すみれの分まで。今のって？はい、私が丸木先生のカウンセリングを受けた時のものです。霞、姉を亡くした直後ですね。ここから私は霞として生きていくことになったんです。認知の書き換え、曲解というものか。でもさ、気になってたんだけど、自分を霞だって思ってたのは本人だけなんだよね。友達とか家族とか他の人はすぐ気づきそうだけど。それが他の人からも私は霞って呼ばれてて。正しくは呼ばれてるって勘違いしてただけかも。スミレって呼ばれてるはずなのに自分は霞って認知する。だから周りも本人もおかしいって思わねえのか。すげえな。これが丸木なりの救いってやつなんだろうね。ここに映像として記憶が残ってるのもバイオレットの幸せを思うゆえかもしれないな。実際あの時の私は霞になることで救われました。
けど同時にスミレであることからも逃げてしまった。マルキ先生にはとても感謝してますが、もう私は逃げたりしません。先に進みましょう。はあ、今更やってきて一体何だと言うんだ君は。それはかつてあなたが捨てた僕の論文をさらに研鑽したものです。そんなことは読めばわかる。今更これが何だというのだ。単に僕の意地ですよ。研究中止の理由とされた実証性の不足が今は解決したことを示したかったんです。そのようだな。その点は大したものだ。しかしこれはもう終わった話だ。いい加減に忘れたらどうなんだね。そういうわけにはいかないでしょう。認知科学はあまりにも世界に影響を与えすぎた。何が言いたい。世間を騒がす精神暴走事件や怪盗団による大人たちの急な心変わり、それら全てには認知科学が関わっていますよね。そしてそれを裏で手引きしたのは代議士指導正義です。怪盗団が改心させたことで彼も多くを自白したようですね。かつて指導は僕の認知科学研究に目をつけ、それを奪い取って自分の懐で研究を進めた。さらにその研究成果を使って精神暴走事件を起こし、それを政治利用した。そしてあなたもその一連に関わっている。違いますか。私をどうするつもりだ。どうもしませんよ。今日来たのは僕の意地のため。僕はこの論文で世界を変えてみせる。世界を指導と違って金も権力もない君のような一個人に何ができる。僕の論文はここで終わらない。僕はたどり着いたんです。個人ではなく世界の認知を変える方法に、たとえ何年かかろうとも僕が必ず実証してみせる。わけのわからん講釈を。帰りたまえ。二度と顔を見せるな。なんだこれは。ん、どうかしたのか。あなたには見えないんですか。空が突然。時は満ちた。この声は。ようやくこの日が来たか。我は人の心の世界に住まう。もう一人の汝。もう一人の僕。人の心の世界。まさかこの世界は。お前は知らんだろうが、我は以前からお前と共にあった。しかし我の存在する人の心の海とお前の現実は今まさに融合を迎えた。さあ、理不尽に虐げられし汝の理想、今こそ叶えよう。我は汝、汝は我。そういうことか。こんなことが。おい、さっきから何をブツブツ言っている。さっさと帰ってくれ。ええ、帰りますよ。大丈夫。これでようやく。シド、マルキ氏の研究を潰したのが
あの男だったとはな。さっきから気になってたんだ。お母さんがしてた認知科学の研究と丸木先生の研究、何か関係がないのかって。丸木を潰した後は自分の息のかかった駒に研究を進めさせた。もっとも研究をしてる本人たちは何も知らなかったんだろうけど、あの男の考えそうなことだよ。あの野郎！いや、今はあんなこと言ってる場合じゃねえか。指導のことと、もう一つ、映像の最後に映ってたのはおそらく丸木のペルソナだろう。空が赤くなってたってことは、私たちが統制の神と戦ったあの日ってことなのかな。ラヴェンツァ殿も言ってたが、あの時現実とメメントスは融合した。お前たちがそうだったように、ペルソナの完全な覚醒は異世界でないとできない。つまりマルキはあの時異世界に入ることでペルソナ能力に完全に覚醒したことになる。同時に大衆の認知、メメントスに干渉するチャンスも得たってことね。その後はラベンツァから聞いた通り、本当にいろんな偶然が重なった結果なんだね。何にせよ、これで大体の事実が把握できた。本人にとっては見られたくない記憶だったかもしれないけどね。お、迷ってる暇ないよね。な、ここは、まるで楽園だね。自分の研究が成就したら世界がこうなるとでも言いたいのかな。楽園っていうか行き止まり。お宝まだ見つけてないのに。いや、あのモヤモヤ、間違いない、あれがお宝だ。じゃあこれでルートも確保ってことね。し、あとは予告状を。あれ、そういや今回ってどうやって予告状出すんだ。確かに丸木先生ずっとパレスの中なんだよね。回答団は決行日前日に予告状を出す。それは丸木も知ってるはずだ。今までのあの男の動きから見て、その日に何か仕掛けてくる可能性は高いんじゃないかな。特にジョーカーにね。確かにな。ならば予告状はジョーカーに渡しておこう。仕掛けてきた時点で待ち伏せして叩きのめすのもありだと思うけど。なことできっかよ。目的は現実を元に戻すことで、丸木先生を倒すことじゃないわ。冗談だよ。それにパレスから出たとはいえ、外も丸木の作った現実だ。下手を打てば逆にペルソナを使えない僕たちがやられかねないからね。君たちの言う通り、正々堂々丸木を改心させた方が確実だよ。改心、丸木先生のお宝盗んだら元の現実に戻るんだよね。確実とは言えないが、おそらくな。うん、もちろん。ここまで来たんだもん、今さら迷ってられないよね。俺らは俺らの筋通さねえとな。丸木先生の言った期限、2月3日だったわよね。ああ、今までにない相手だ。戦いに備えて可能な限り力をつけておこうぜ。お疲れ様です。お、早いな。来る途中で思いついたことがありまして、ちょっと急いで来たんです。実は前からずっと考えてたんです。異世界でも私らしい戦い方ができないかなって。スミレらしいか、何か思いついたのか。はい、それで先輩に少しお願いが。ですね。
なるほど、そりゃ面白いな。私の中にあるかすみへの憧れもちゃんと表現できるような気がして。それで先輩はどうでしょうか。ありがとうございます。思いっきり踊りましょう。あ、よし、こりゃ今までにない戦い方だな。楽しみにしてるぜ。はい、お任せください。あの、これは。よし、
おう、帰ったか。全員揃ったわね。最後の戦いだね。マルキは昨日ルブランに来た。その時に予告状は渡してある。マルキももう話し合いで決める気はないだろう。後には引けないよ。引く気もねえよ。戦って勝って元の現実に帰るだろ、リーダー。はい、必ず。準備はいいようだな。取り返そうぜ、我が輩たちの現実を。よく来たね。それが君たちの答えなんだね。そうだね、もう迷いはなしだ。始めよう。君たちが勝てば僕は改心されるけど、僕が勝ったら僕の現実が現実だ。僕はその認知で世界を塗りつぶす。もう容赦はしないさ。何？君たちがそうであるように、僕も元の現実を認める気はない。たとえ僕自身がどうなろうと、僕のやり方で不甲斐ない現実を変える。それが僕の反逆だ。あの姿、そしてこの力は、君たちはこう呼んでいたね。ペルソナ。ありえねえ。やっぱりマルキはペルソナを。言っておくけど、君たちのそれと同じだと思わない方がいい。行こうか、アザトース。これが最後の戦いだ。僕もペルソナの力で。マルキ先生。遠慮はしないよ。気を引き締めろ。嘘を味わえ。やるね。アザトース、僕は負けたのか。あれってマルキのお宝だな。あれなんだろう。トーチ。トーチは人を導く灯火。自分は理想への先導者だってとこかな。改心させるんだろ、さっさと取りなよ。僕はもう崩れかけてる。逃げた方が良さそうだな。ルミ、すまない。僕は、いや、僕はまだ。ジョーカー、危ない。くそ、とにかく逃げるぞ。お前ら早く乗れ。Thank you.
間一髪だったな。マルキ先生、改心どころじゃないよね。マルキ先生生きてるの？どうやら心配いらないみたいだよ。悪いけどまだ負けを認めるわけにはいかない。残念だけどそういうわけにはいかないんだ。この世界が僕を選んだんだ。みんなが望む幸せのために。な、え、嘘、お宝が。幸せのためなら僕はどうなってもいい。だからもう受け入れてくれ。僕が作る、いや僕とアダム・カドモンが作るこの現実を、僕のペルソナの力で。このまま終わるつもりはない。アダム・カドモ、理想の現実に僕らを導いてくれ。それは違います。そうだ、こっちも負けるわけにはいかない。ヘルソナ！まだ僕には届かないのか。目指した現実はすぐ目の前なのに。ごめんね、どうなってもいいってそう言ったのに。僕はまだためらいがあるのかもしれない。君もかい。クロー先輩、何を。愚問だよ。同じこと考えてるみたいだね。それもそうか。だって君は危ないです。ためらってる場合か。死ぬぞ。見ろ。僕を好きに使っていい。
だから頼む、現実を、みんなが望む現実を。我は何時逃げない。勝って帰るんです。私たちの現実に。その息だぜ。行くぞ。決着をつけさせてもらう。それの何が悪いんだ。辛いなら
苦しいなら逃げたっていいじゃないか。本当なら立ち向かって乗り越えて成長すればいい。けど現実はそう甘くないんだよ。頑張ったって努力したって少しの理不尽で全てが無駄になることだってある。君たちだってわかるだろう。実際お前の現実で救われる奴もいるだろうな。でもそれで立ち向かおうとする奴が成長する機会まで奪っちまっていいのかよ。マルキ先生の言うことだって間違いじゃないと思います。辛い事実から逃げて何かにすがって私だってそうですけど、そこで得た痛みもそこから前に進もうって気持ちも全部私の大切なものなんです。それを奪われるのは絶対に嫌なんです。吉沢さん、絶対に嫌か。完全に僕の負けみたいだ。ダメだ。どうすれば。みんな我が輩のそばに早く。モナちゃん、これは。モナちゃん、一人でカッコつけるつもり。我が輩ならかっこいいぜ。飛べないんですか、モナ先輩。車なんだぞ、飛べるわけ。ここで飛べなくていつ飛ぶんだよ。なとこ申し訳ないけど、もう少しサイズなんとかならなかった？つかジョーカーは？大丈夫だ。手荒に呼び止めてごめんね。ここも終わりだね。僕が正しいと信じた現実と一緒に。僕は負けた。ここで君に勝負を挑んでもきっとまた負けるんだろう。分かってるさ。馬鹿げてるのはずっと抑えていた。
僕自身気づかないように生きてきた。だから頼む、未練を断ち切らせてくれ。君だから頼めるんだ。パレスの異世界の消滅も近い。お互いペルソナは使えないようだね。始めよう。全てを捧げたんだ、全てを。僕だってな。どうしてルビが。誰も泣かずに済む。現実を。全部吹っ切ったよ。君のおかげだ。しよう。手を離してくれないか。君の目はいつもまっすぐだ。まっすぐ前を見ている。僕は怖かったんだ、きっと。君が望まない現実を作ることが。モナと明智くん、どこに行ったんだろう。この辺全部探したのに。ここ元の現実なんだよな。そのはずですけど。異世界ナビは消えている。確認のしようもないな。ここで悩んでても仕方ないかもね。一度どこかで状況を整理しましょう。考えたら私ら徹夜だしな。ならルブランで。スミレ行くぞ。あ、はい。ただいま。
朝帰りなんて聞いてねえぞ。円楽くらい入れろ。ごめんなさい。すみません、私たちも一緒だったのに。しかも朝早くから押しかけてすみません。謝りすぎだよ。心配かけんな、褒められたもんじゃねえが。何か理由があんだろ。あの、彼見ませんでしたか。あいつ、お前ら急に何言ってんだ。宗次郎、何か知ってるのか。知ってるも何も、あいつは去年から塀の中だろうが。塀の中って、どういうこと。お前ら一体何言ってるって言いたいところだが、俺も最近まであいつに会ってた気がすんだよな。ああ、とにかく一旦座ったらどうだ。あいつが少年院で獄中生活。とにかくまだ店開けねえから好きに使え。俺は買い出し行ってくるからよ。ありがとうございます。私たち元の現実に帰ってきたんだよね。それともまだ違う現実にいるの。いや、むしろ帰ってきたからこそなのかも。去年の話だと、もともと彼が出頭するってことになってたでしょ。それを明智くんが代わりに出頭した。しかしその事実は丸騎士の現実で起きていたこと。だからあいつは今、丸木先生の現実さえなければそうなってたことが今起きてるってこと。言いたいことはなんとなくわかるけどよ。それじゃあ元の現実、ああこの現実のことだけど、明智は、モルガナはどうなんだよ。まさかそれもお母さんと同じ。我が輩ならいるぜ。またこのパターンかよ。くどいぞ、なんでいつも心配させんだ。どうしてここに。異世界の我が輩だけが消えたっていうのは嘘じゃなかったみたい。気づいたら渋谷にいてよ。帰ってくるの遅れちまった。んだよ、びっくりさせやがって。あ、ならよ、明智もどっかで。モナちゃん。いや、あいつは。そんな、明智さんが。なんだよそれ。てめえが消えんの分かってて戦ってたのかよ。あいつの出頭に明智の件覚悟していたが、やはり元の現実は優しくはないな。けどここで前を見て生きていくって決めたんです。私、先輩がこのままなの納得できません。何かできることしませんか。言うようになったじゃねえか。うん、私も納得できない。どうすれば彼を助けられるかな。お姉ちゃんが前に言ってた、一旦確定した判決を覆すには無罪となるべき明らかな証拠が必要って。裏返しゃ、その証拠がありゃいいんだな。なら証拠探しましょう。立ち止まっている場合じゃないな。俺たちの美学、今一度見せてやろう。そうだ、やるぞ。俺らのリーダー絶対救うぞ。お願いします。少年院になんて行く人じゃないんです。遅れた分は必ず取り戻します。しばらくお休みをください。コーチ。ダメ。そんな。情報を集めるだけなら私だってそこそこのツテがあるからね。レッスンに来てくれる生徒さんにも情報提供を呼びかけてみるわ。それと練習も続けなさい。あの子もきっとそれを望んでるでしょ。ありがとうございます。ほらごら、やったな。
久しいな。さすが平気そうじゃん。よかった元気そうで。じゃーん、我が輩もいるぞ。よう、また会えたな、嬉しいぜ。さあ、とにかく座りましょう。つまる話もあるだろう。俺ちょっと買い出し行ってくるから。あとはもう一人だね。練習が終わってこっちに向かってるってさっき連絡があったわ。多分もうそろそろ。遅くなりました先輩。お帰りなさい。よっしゃ、これで全員だな。ほら、スミレもその辺適当に座っとけ。スカ、うまくいったよな。あの時諦めないで本当によかった。頑張った甲斐があったな。リーダーがいなくなって最初はどうしようもなくてさ。でも気づいたの。特別な力とか異世界がなくても現実は変えられるはずって。そうでなきゃマルキのやつにも示しがつかねえしな。理不尽な現実にも全力で立ち向かう、そう決めましたからね。あれから俺たちいろいろ駆け回ったんだぜ。私たちだけじゃない、あなたを信じてくれた人みんながね。おかげでリーダー奪還作戦成功だ。何言ってんだ、お前が一番体張ってくれたんじゃねえか。ひどい目とか合わなかった？なんかちょっと痩せた？向こうの飯は臭いらしいからな。無理もない。で、何を食った？納豆、草や、それともドリアン？そういう問題じゃないでしょ。うまい飯なら今から食えるぜ。マスターがパーティーの買い出し行ってくれてるし、パーッと行こうぜ。ようやくみんな集まったんだしよ。やっぱりお腹空いてたんだね。あれ、違うの？すみません。スミレだったか。宗次郎がもうすぐ戻ってくる、それまで生き延びろ。で、そうだ、悪い、流れぶった切りだけど、マスターから聞いたんだけどさ、来月地元帰るんだって。こっちに残れないわけ？無罪になったっつってもあっちじゃレッテル貼られたままだろ。帰ったって居心地悪いだけじゃね？どうしたの？さっきまであんなに盛り上がってたのに。じゃあこうしない？リーダーが帰るってことは怪盗団も本当の意味で解散だよね。今日は出所祝いと解散記念日。それ記念日？真面目に言ったんだけど。でも悪くないよね。そういうことなら、そうだよな。今日はダブルで盛り上がればいいし。そのことなんだが、我が輩からも伝えることがある。我が輩こいつについていくことにした。何かと持ってるやつだしな。それにまたグレるかもしれないだろう。そうだったっけ。ということでさっきのに我が輩の送別会もつけてくれ。それ別にどっちでもよくね。帰るの来月なんだよね。送別会には早すぎる。趣旨が分かりにくい会になっちゃう。どいつもこいつも。スミレ、お前は我が輩の味方だよな。私じゃあ改めて歓迎会っていうのはどうでしょう。それだ、我が輩の再歓迎会だ。これなら文句ねえだろ。寿司頼め寿司。
騒がしいな。外まで聞こえてるぞ。ご主人、こいつらひでえんだ。相変わらずうるせえ猫だな。こら、我が輩はただの猫じゃないぞ。俺には何言ってかわかんねえって。ほらよ、こんなのじゃなくて寿司を。これうまいな。ったく、自己主張の強い猫だよな。一体誰に似たんだか。我が輩は我が輩だ、オンリーワンってやつだな。猫がカッコつけんなっつな。うるせえ、猿に言われたくねえよ。んだと？そういうとこすぐ切れたり、下品なんだよ。てめえもう一回消えろ。うっさい、出所祝いに喧嘩すんな。また始まった。相変わらずお前らは変わんねえな。まったくだ、お稲荷は変態だしな。誰が変態だ。大丈夫です、変態も個性のうちですよ。いや、そこはスルーでいいから。とにかくようやく勢ぞろいしたんだ。今度こそパーッと行こうぜ。仕方ない。宗次郎、寿司。この少年、こっちこっち。解散じゃなかったのか。いいじゃない、休みだもの。受験も済んだしね。せめて帰りは遅らせて。どうしても帰っちゃうの。げ、こんなところにまで。どうしよう。手伝うよ。ん？マルキ先生？別行動ってこと？うん。どうする？行くわよ。行こうか。うん、お金はいらない。もし君が生きることにつまずいたとき、大人になってからでもやり直せる。その見本になる。それが僕が君にしてあげられる仕返しかな。それじゃ。悪い、連中しつこくってよ。雑でごめんだけど、これで見送りかな。栄養はちゃんと取るんだぞ。また会えるよね。そっちが来ないならこっちから行くし。ん、みんなそろそろ。そうだね。もう行くのかよ。しょうがないでしょ、ほら。じゃあな。連絡するから。ちょっと危ない。
ダメですよ。ちゃんと前を見てないと。うわっ、ついてってやるって言ったろ。お？それでは。Mm-hmm.